また優勝するかどうかといった瀬戸際の試合になるとその試合運びに一喜一憂していました。手塚治虫にとってこの西武ライオンズそしてこの西武球場はとても特別な存在だったように思います。亡くなっても34年くらい経ちますけれどもこうして未だに手塚の書いたレオそしてライナを皆さんが親しんでくださっていることが今多分空の上の方から父が見ていてとても喜んでいると思います、ね、今日はそんな父の思いとともにグラウンドに立たせていただいております。とても感慨深いことです。手塚漫画のようにですね野球も大変にドラマチックな物語を届けてくれるものだと思っております。どうかこれからも西武ライオンズの監督、選手の皆様そして今日対戦しますヤクルトスワローズの監督、選手の皆様これからもたくさんの夢と希望とドラマチックな物語を届けていただきたいなと思います。今日はお招きいただきましてありがとうございました。それではよろしくお願いします。